スレンダーボードを使って姿勢改善、バランス力の向上の運動をご紹介します。板のポーズを行います。まずは体幹強化の運動です。ヨガのポーズ、板のポーズからスタートです。両手を肩幅に広げ、スレンダーボードにつきます。この時、手首の真上に肩が来るようにしましょう。足は腰幅に開き、後ろへ伸ばします。頭の先からつま先まで一直線にし、顔は下に向けます。しっかりお腹に力を入れて、体をまっすぐに保つように意識しましょう。これが板のポーズです。辛い方は膝をついて、頭の先から膝までを一直線に保ちます。体をまっすぐに保てたら30秒間キープします。ゆっくり呼吸をしましょう。これを3セット繰り返しましょう。続いてはお尻のトレーニングです。両腕を肩幅に開き、スレンダーボードに平行に手を置き、板のポーズを作ります。片足の膝を曲げ、足の裏を天井に向けます。足の裏で空気を持ち上げるように押し上げキープします。辛い方は膝をついて、頭の先から膝までを一直線に保ち、足の裏で空気を押し上げキープします。これを左右10秒間ずつ行います。少し休憩をし、3セットを繰り返しましょう。慣れてきたら膝を伸ばし実施します。最後に猫背の改善や背骨の歪みを矯正して姿勢を整える運動です。太鼓橋のポーズです。スレンダーボードの上にかかとを乗せ、仰向けになり足を腰幅に開きます。足裏をスレンダーボードに設置し、両膝を立てて腕は体の横に伸ばしましょう。肩、腕、両足裏で体重を支えて、腰をゆっくり天井に向かって引き上げます。この時、肩甲骨をしっかり寄せて、胸と腰を引き上げた時に太ももの前面が平行になるまでしっかり引き上げます。引き上げた後は腰をギリギリまでゆっくり下ろします。これを10回行います。少し休憩し、3セット繰り返しましょう。運動中は呼吸を止めずにゆっくりと実施しましょう。以上を繰り返し実施することで、体幹を鍛えることができ、体の歪みや姿勢の改善にもつながります。もし腰や肩に痛みが出るようでしたら、運動を中止してください。